ロバートリッジウェイロバートリッジウェイは、アメリカ合衆国の鳥類学者である。イリノイ州のマウントカーメルで生まれた。10代の頃から、バードウォッチングや収集を行った。後に結婚することになるジュリア・パーカーの父親が、スペンサー・フラトン・ベアードの著書、北アメリカの鳥類の製図家の一人であったことから、ベアードと知り合いとなり、鳥類学の指導を受けた。 17歳となった1867年から地質学者クラレンス・キングが率いる北緯40度線調査に参加し、1867年から1869年の間、カリフォルニア州、ネバダ州、アイダホ州、ユタ州、ワイオミング州で国立自然史博物館のために多くの鳥類標本を集め、1877年に 鳥類学に関する報告を発表した。1875年にジュリア・パーカーと結婚した。1879年に国立自然史博物館の鳥類学の学芸員となった。1883年にはエディオット・カウズ、ジョエル・アサフ・アレンラが創立したアメリカ蝶学会の創立メンバーとなり、 1898年から1900年まで会長を務めた。1899年から鉄道王、エドワード・ヘンリー・ハリマンの講演で行われたアラスカ沿岸の科学調査にもジョン・ミュー・アラと参加した。約500点に及ぶ著作を行い、トーマス・ブルワー、ベアードとの協調、ヒストリー・オブ・ノース、アメリカン・バーズやハミング・バーズ、オーナ・サラジー・オブ・イリノイなどの著作がある。 いくつかの著作では、弟のジョン・リ・ジュエンが図版を作成した。鳥の色彩を表現するための色の名前に関する、著作、A、ノーマンクレイチャー・オブ・カラーズ・フォー・ナッチ・リリスッツ、アンド・コンペンディアム・オブ・ユースフル・インフォメーション・フォー、オーナ・サラジスッツやカラー、スタンダーズ・アンド・カラー・ノーマンクレイチャーなどもあり、鳥類学者などに参考にされている。35種の動物の新種を記載した。 1917年に全米科学アカデミーのダニエルジローエリオットメダルを受賞し、1919年にアメリカ長学会のウィリアム・ブリュースターメダルを受賞した。つぐみかの鳥類の俗名、リジウェイアンやトキかの鳥類の種名、プレガーデス・リッジウェイなどに懸命されている。フランク・ホール・ノルトン、フレデリック・エイ・ルーカス、ロバート・リッジウェイのバーズ・オブ・ザ・ワールドの通販、リッジウェイは、 植物の学名で命名者を示す場合に、ロバートリジウェイを示すのに使われる。ありがとうございます。